皆さんこんにちはレック専任講師の厚田ですそれでは三級 fp 技能検定試験の回答速報を始めますではまず本日三級を受験された皆様お疲れ様でしたこれからですね三級 fp 技能検定の中の学科試験と えー、FP 協会の資産設計提案業務そして金融財政事情研究会の個人資産相談業務のですねレックの、えー、回答と、まあ、簡単な解説をですねやっていきたいと思いますので、えー、では早速なんですけれども、えー、じゃあまず 午前中のですね学科試験受けられた方から、えー、まあ今回、まずレックがえ考える回答を申し上げますが、まあ、このあと1時間もするとですね実施団体から実際の回答がえ発表されますので、まあ、そちらは必ず見ていただくということにさせていただいて、まあ、今回はまああの解説もつけてですねお話ししていきたいと思いますのでではえ第1問からえ進んでいきます。 で回答上はですね第1問はまあ1と2という形になっていますがえこちらではちょっと分かりにくいので「丸バ×という形で第1問は表現をさせていただいて第2問は3・択1なので、まあ、1・2・3という形で申し上げていきたいと思います。 はい、では第1問のえ括、ー、弧1からですが、ちょっと科目ごとに分けていくのでえー、5問ずつですね、えー、繰り返して申し上げていきたいと思います。では、えー、第1問の括弧1からかっこ5ライフのところですが、えーバツバツバツマバツもう一度申し上げます。1から5までですが、バツバツバツマバツ。 えー、次のリスクですが6から10です。えー、〇〇〇もう一度〇〇〇、えー。そして11から15の金融です。〇〇えー、もう一度。〇〇 次、16から20のタックスに移ります。えー、〇〇××ツ丸。もう一度いきます。えー、〇〇××ツ丸。次、21から25の不動産に移ります。えー、〇×××ツ丸。もう一度申し上げます。〇×××ツ丸。 次26から30の相続に移ります。〇〇〇〇〇〇〇〇××バ××××ツ××丸バツバツでこれでまず第1問の正、えー、語問題が終わりまして、えー、次が第2問の、えー、三四択一に移ります。でこちらもあの科目ごとに、えー、5問ずつ申し上げていきますので、えー、31から35の、えー、ライフですねい、えー、きます。 31が2、32が1、33が2、34が3、35が2、えー、続けて申し上げると、えー、これがライフの回答です。次、36から40のリスクですが、えー、36が2、37が1、38が3、39が1、40が2、えー 続けてもう一度36から40申し上げると21312、えー、次金融の41から45、えー、申し上げます41が342が243が244が345が341、えー、から45、えー、続けて申し上げます32233 次、えー、タックスの46から50に移ります。46が2、47が2、48が3、49が1、50が2、えー、繰,り繰り返し続けて申し上げると、えー、2、2、3、1、2、次、51から55の不動産に移ります。51が3、52が1、53が2、54が1、

1> 1 3となりますで解説はあの一旦ですねすべ、えー、て終わってからやりたいと思いますので一旦学科の試験はこれで終わりとさせていただいて、えー、次がですね午後行われた試験の中のまずは FP 協会の資産設計提案業務から、えー、回答を申し上げますので、えー、金融財政事情研究会の方は少々お待ちいただきたいと思います。 では、3、え、級、ー、の資産設計提案業務の、えー、ところですが、大、え、問、ー、ごとに申し上げていきます。<laughs> 第1問、問1と問2があるんですが、えー、問1が2、問2が1、えー、もう一度、問1が2、問2が1、次、えー、第2問が、えー、3問、3、4、5とあります。えー、問3が1、問4が2、 問い5が3、えー、問い3が1問い4が2、えー、問い5が3次いきます第3問が、えー、問い6問い7の2問構成ですけども、えー、問い6が2問い7が2、えー、もう一度問い6が2問い7が2次第4問が問い8から問い10の3問です、えー、問い8が3問い9が3 問10が2、えー、もう一度問8が3問9が3問10が2です次第5問が11と12の2問構成で、えー、問11が2問12が3、えー、もう一度ですが問11が2問1二が、えー、1一が2十12が3です次、えー、第6問が問が 問13から15の、えー、3問構成ですが、えー、問13が1問14が3問15が、えー、3、えー、もう一度問13が114が315が3です、えー、次に、えー、第7問に移りますこれでもう全て16から20最後までいきます16が217が218が1 19が1 20が3もう一度16が217が218が119が120が3ですね。でこちらについては、えーまあ、今20問ありましたけれどもすべ、えー、て1問につき5点の配点なのでえー 60点で合格なので、12問以上正解があれば合格ということになりますが、えー、まあちょっと繰り返しになりますけれども、必ずこの後の、えー、実施団体の回答を必ず確認しておいてください。では、えー、これで一旦 FP 協会の資産設計提案業務終わりまして、えー、次がですね、金融財政事情研究会の個人資産相談業務の、えー、回答を申し上げていきます。 でこちらなんですけれども、えー、大門、えー、が5つあります12345と5つあって、えー、大門ごとに10点の拝点が来ます10点の拝点が来ますでただその時に、えー、全て3問ずつになっているので、えー、そうすると 一つの題問に必ず四点の問題があります。四点の問題については、この後の近在の回答の中に、どの問題が四点というのが分かるようになってますから。そちらで確認いただければと思います。なお、金融財政事情研究会の場合は、これ五十点満点の中の三十点で合格なんですけども。実際十五問あるので、六割ということは九問。 で9問で合格か合格するかと思いきや場合によっては全部3点の問題が で9問だと27点なので合格ででできないですないすのでちょっとこれは点数を見て判断していただきたいんですがただ必ず合格できるのは10問以上正解があれば合格ですあの全て3点でも10問取れれば30点なので合格となりますのであの 9, 点の場合9問の場合は受かる可能性と受からないそうでない可能性があるということは含み置きいただきたいと思います。 で,えー、では、第1問からですね回答、これも三子択一さんです、すべて三子択一さん、1、2、3という形で申し上げていきます。では、第1問、1から3なんですが、えー、問1が2、問2が1、問3が3、えー。もう一度ですが、問1が2、問2が1、問3が3です。<laughs> えー、次が、えー、第2問の金融です。こちら、問4から問6の3問ですが、まず問4があ2。 問五が一、え、問六が三です。もう一度。問四が二、え、問五が一、問六が三です。次がですね。第三問のタックスです。七から九の三問ですが。問七が二、え、問八が三。問九が一。もう一度、問七が二。問八が三、え、問九が一です。次。 第4問の不動産です。こちら10から12ということで、問10が2、問11が3、問12が1、もう一度、問10が2、問11が3、問12が1です。最後に相続です。第5問、13から15ですが、問13が3、問14が2。 問い15が3です。もう一度いきます。問い13が3、14が2、えー、問い15が3ということで、えー、こちらについては、 1> 1問ですね3点と4点どちらもあるのでちょっとこちらについては9問できてもどちらとも言えませんのでこちらについては配点はこのあと公表されます試験実施団体のところで確認いただきたいということでまずはあの回答を申し上げたのであと残りの時間を使って各試験試験科目ですね10分ぐらいずつ使ってですね簡単な解説をしていきたいと思います。 だと思います。 ではまず最初の学科に戻っていただいてごめんなさいこちら伝えるのを忘れてしまったんですがこれ60問あってこれ各1点ずつなのでこちら単純に6割の36問以上できれば合格ということになりますけれどもではまず第1問のところですがこちらについてももう丸か×かということなので単純に知ってるか知らないかということですが例えばカッコ1とかであればこれはもう何度も出ているような問題ですから これできなければいけないというところですし。しまあ、過去2のあの教育一般貸し付けのところについては。まあ、母子家庭を除きというまあ表現がありますけれども、これは15年というのを知っていれば解けるのではないかなというところです。で、またですね。え、かっ4のところの。 繰り下げ支給老齢基礎年金の繰り下げ支給なんですけれども、えー、これについては、えー、必ずこれですね、えー、学習の時にやっていると思いますが繰り上げの場合ひ、えー、月あたりいくら何パーセント繰り下げの場合一月あたり何パーセントこれ覚えてらっしゃると思うのでただそれを試験会場で逆にしてしまうと困るので、まあ、今回は繰り下げ支給になりますから一月あたり0.7パーセント最高5年間繰り下げることができますから、まあ、0.7×1 パ、えー えー、60ヶ月で4 42%, 42増えますよということなんで、まあ、これはそれ知っていればできるかと思います。で 5番のですね、まあ、生遺族厚生年金の、えー、遺族の範囲なんですけどもこれはど、まあ、ちょっと正直細かいかなとは思いますが誰がというところについては、まあ、これ順番通りですが配偶者子供、えー、父母、祖父母、えー孫,えー、孫、祖父母そして兄弟姉妹が問題では、えー、含まれておりますが実際には兄弟姉妹は、えー、対象ではありません。 ですから兄弟姉妹が含まれているのが間違いということになるのでまあ、若干難しいところはありますけどもまあ、3問以上は正解していただきたいなというところになります次、えー、かっこ6からかっこ10のリスクのところですがまあ、かっこ6、かっこ7、えー、かっこ8は比較的、えー、平易な内容ではないかなと で今回は、かっこ9、これがですね今回初登場ということで、えー、なぜ初登場かというとあの地震保険料のですね損害区分が3区分から4区分に変わったと、まあ、そこの内容を知ってますかと、まあ、ですから、えー、古い内容でやっていくとこれ、丸になってしまうんですが、まあ、29年1月1日以降につきましては、まあ、今回、全損、半損、一部損となってますが、まあ、半損が、えー 大半損と小半損,損という方、大と小に分けられているというところが、間違ってい、えー、ごめんなさいそれが正しい内容なので、まあ、今回の括弧9は間違っている、まあ、新しい内容をしっかり理解していますかという問題です。はい、で、括弧10については、えー、必要保障額は、えー、これについては子どもが成長すればその分、どんどん少なく低減していきますから、まあ、逆のことを言っている、低増というのは間違っているということになります。 で次が11から15の金融なんですけれども、まあ、これについては、えーまあ、内容的にはそれほど難しくはないのではないかなということで、カッコ13番はお決まりのですね、格付けが高ければ当然債券価格が高くなって利回りが下がるということで、まあ、債券は逆の動きしますから、まあ、それを知っているかどうかということで、えー、それほど難しいものではないので、次、タックスの16から20に行きますが、 まあこれについて、カッ十16についてはまあとん、えー、問題ないと思います。でッコ17についても、これについても、えー、全額を必要経費に参入することができると。まあ、18については、えー、これですね、えー、一時所得の計算式しっかり覚えているかということで、まあ、これについては、えー 総所得金額に参入するときには必ず2分の1しなければいけないということになるのでプラスの場合には半分にできますからそれ忘れないようにしてくださいあとは、括弧19の住宅ロン減税の話は3000万ですね3000万を超える年分については適用が受けられないということなので、まあ、それを知っているかどうかですはい、次、えー、っと不動産の21から25です でここにおいてはですね、例えば、えー、と23を見ていただきたいんですが、えー、区分所有、えー、マンションの話なんですけども建て替えについてはこれ必ず、えー、議決権の定数を覚えていただきたいんですが5分の 4, です4分の3ではありませんから、まあ、最高でも5分の4なのでそれは必ず、えー、頭に入れておいてください。 え次がですね26から30の相続のところですが、まあ、26のですね、えー、と書面によらない贈与については離行の終わっている部分はもう撤回できませんが未離行部分に関しては撤回できますのでそれを知っているかどうかだと思います。 あとはです、ね、29のところの、えー、こちらですが今回は契約者と受け取人が同じ人になっているので、まあ、要は自分が保険料を払って自分が保険金を受け取るので、まあ、ですからこの場合は所得税の中の一時所得の課税対象になるというところになります。 はいで、続いて第2問に行きまして3支、えー、択1、まあ、こちらはですね、まあ、答えが3つあってそれをやっていけばいいので、まあ、生後よりは生後の場合って、まあ、知らないともわからないという話なんですがこちらはいろいろやっていけば、えー、答え導き出せますから例えば31番のところですがこれ実際にはですね、えーまあ、今回2000万を準備するために現在から20年間積み立てるという話でこれ 選択肢見てもらうと100万というのがありますが100万を20年間何も運用しなければ2000万になるので、まあ、今回運用してますから結局はですね結局運用1%で運用してるので1000万はありえないとだから1番の81万9500円か2の90万8000円かということなんですけどもあとはですねこの2000万に対して、まあ、今回係数が3つあります3つありますが原価,原価係数はもうありえないので資本解 回収係係数数と減債基金係数のこれどちらにもかけていただいてじゃあそうするといくらになるかというと、えー、資本回収係数にかけると110万8000円になるんですよ。そうすると100万を20年貯めたら2000万になるのにさらにそれより大きい金額を貯めるということはありえないのでなので、減債基金係数をかけたまあ90万8000円が今回の2番の正解と、まあ、これは係数の内容が分かってなくてもただ単純に電卓かけていけば求まります。 であとはですね33番のこちらの、えー、老齢、えー、厚生年金のですねこの、えー、ところですがこれ年数よりもか月で覚えている方多いかと思いますが240月ですね、まあ、なので240月だから20年ということになります。はい、で35番は送料規制の話ですが、まあ、これはもう知っておくべきところなので、えー、3分の1ということで、まあ、知ってれば解けるはずです。 で36から40のこれはリスクのところなんですけれども、えー、ここにつきましては、 えー、例えば38番の、えー、定期保険特約付き就寝保険を、えー、同じ金額で更新する時には必ず年齢がですね当初よりも、まあ、ちょっとこれ何年か分かりますが10年とか15年後になってますから当然その分年齢が上がっているので必ず保険料は更新前よりも高くなります。 まあこれは、えー、そこの内容をわかっていれば取れると思いますしあと40番のがん保険、まあ、がん保険は必ず待ち期間が、まあ、通常3か月、まあ、3か月なので90日ということなので、まあ、それを知っているかどうか、まあ、これはもうああの必ず解けなければいけない問題ですで41から45の金融ですけれども、えー、こちらは必ず,よくで、まあ、必ず出てくるのが42番のこちらのですね、えー 現在価値まあ、現在価値についてはえー、今回はえー、これ1万円というのがありますけども要は2年後の1万円は現在に直すいくらなのかということですが結局今回2%で運用を副利できますからそうすると現代1万なくてもそれを、えー 2%で副利運用していけば1万になるわけなの当然それが下がらなければいけないので、まあ、3番の1万404円はもう答えとしてありえない、まあ、9600円を運用して,いて1万になるのかそれとも9612円を運用して1万になるのかどちらかですで今回は結局、えー、2%で副利運用してますのでそうすると2年後は1.0404増えていきます、まあ、ですから1万、えー それ割ることの1.0404やっていただくと9611.6いくつとなるので、まあ、今回は飛車購入して9612円という2番になります。また43番も計算問題なんですけどもこれについてもですね えー、101円で購入したものでこれ最終利回りになってますから必ず100円で戻ってくるのであとはそこの計算をしていただければいいので、えーまあ、この計算式も必ずですね覚えていただきたいところなので、まあ、計算していただければ2番の1.78%になりますはい次がですね、えー、タックスの46から50ですね でまあ、ここについてはと例えば46ですが46は事業的規模という言葉があると事業所得って思うかもしれませんがえ賃貸マンションの貸し付けはえこれは規模にかかわらず全て不動産所得規模は関係ありません。えでまたですね48番の退職所得の計算式のところですがこれは退職所得を求めるのではなくて退職所得控除額を求めるので、まあ、20年までは1年当たり40万円。 20年を超えた時は1年当たり70万円ということなので今回は3番を選んでくださいと。 49番のですね、こちら、損益通算ですが、まあ、こちらについては単純にですね、これに関しては損益通算できる金額なので、まあ、今回100万から150万引くと50万のマイナス、これが損益通算できそうですが、ところが損益通算にあたっては、不動産の中の土地の負債利子についてはですね、これについてはマイナスだった場合は、損益通算から除外されますので、10万除外しなければいけないので、結局は40万円が他の所得と 損益通算できるということになります次51から55のところですが例えば52番につきましてはこれ42 4メートル未満道路についてですがこれいわゆるセットバックの話ですで、今回に関しては <laughs> えー、その中心線,線からつまり真ん中から、えー、2メートルバックしたすることによって4メートルを確保できますから、まあ、1番の2メートルを選んでいただきたいと、えー、ですねで55番については、えー、お金を出すことなくですね、まあ、自分が持っている土地を提供することによってですね実際に、えー、土地建物の権利を取得できるということなんでこれは等価交換方式になります。 次のですね、まあ、56から60の相続の問題なんですが、まあ、これに関してはそうですねそれほど難しくないですね、まあ、これは逆に言うと全問正解しなければいけないような問題なので、まあ、教育資金の一括応用についてはもうこれは1500万で57番についてもこれは順番が分かればいいので今回は第3順位で相続確定ですから、まあ、妻が4分の 3,、えー4分の3えー、弟が4分の1となります。 ですねえー、ということなので、えー、こちらについては、まあ、相続は、えー、全問正解をしていただきたいということで、まあ、今回、若干、えー、問題によっては難しい選択肢も、まあ、ありますけども、えー、日,々日頃からしっかり、えー、学習されていた方については、えーまあ、通常7割、8割は取れるレベルだと思いますから、まあ、日頃の学習成果が、えー、反映しやすい問題ではなかったかなと思います。 では続きまして、えー、今度は資産設計提案業務の解説に移りたいと思います。まず FP 協会からさやらせていただきます。でこちら見たんですが、ちょっとですね、計算が細かいなというのが、えー、実際に解いてみた感想です。でまあ、問い1につきましては、まあ、これはまあいつもあるような問題ですから、これは割愛させてもらって、えー、問い2番ですね、問い2番のこちら、まあ,あいうの求め方で、えー、今回は えーっとですね、不適切なもどれかとなってますでこの時に空欄の案についてですがこれ3年後です。まあ、基準年が583万でこれ毎年1%ずつ上昇していきますからでこれ計算式見ていただくと 583×1 プラス 0.01×3 となっていますがこの場合括弧の中は0 0 1け× 3なのでこれ単利です。 単利で増えていくんじゃなれが福利でこちら変動率も増やしていかなければいけないので、まあ、ちょっと金額は1円、1万円ですね、1万ずれてしまうんですが、計算式明らかに間違っているので、まあ、1番を選ばなければいけないとなります。で、実際これ計算してみると、601万円ですね、601万円が正しいということになります。で、次に行きまして、第2問の金融ですが、これ、やっ てみるとですね、まあ、ジュニア NISA についてはも,うこれ、えー、もちろん、えー、これはしっかりやらなければいけないところなのでこれは正解を取っていただきたいんですが、うん、問い後のですね今回、えーまあ、通常これ式法の問題で、まあ、2級ではよく出ている問題で今回はですね、まあ、式法のここから、まあ、数値を引っ張ってくるんですけども例えば「あ」については これ配当金額を求めるんですが、まあ、配当はその該当するところを引っ張ってくればいいんですけどもこれ2016年の3月期と書いてあるんで、まあ、そこの配当のところを見ると2016年3月期は6.5円で今回はえ1単元はえ100株ですですから 6.5×100 をやると650円という形で、まあ、答えを見るとあに650あるのでそこに行きがちですが今回はあくまでも2016年3月期の年間の配当金額な ので2016年の3月と2 2015年の9月これを両方足し合わせなければ年間になりませんから 5.5+6.512 円る1 0 0株で1200円となるのでこれですね単純にやってしまうとすぐ1番で終わりとなってしまうんですがこれ650円ではなくて1200円なのでそこを気をつけてください。 そうすることによってあとは2016年3月期についてはもうこれはもう見ると47.2円を選ぶしかありませんから、まあ、選べると思うんで、まあ、カッコアのところが、えー、引っかからなければ答え選べるかと思います。 え次に、えー、不動産の問題です不動産の問題でい、まあ、6の問題はこれ比較的よくあるのでこちらは、えー、解説は確を、えー、割愛させていただきますが問い7の問題がこれちょっと細かいなというのは正直思いました。で今回は、まあ、問い6と同じような図があって、まあ、道路幅が違うだけで実は図は同じです。 でところが今回見るとどういう問題かというと用途制限に関する問題ということで、まあ、1番については例えばここの土地にですね息子さんが診療所を建設すること建築することできます、できませんで2番についてはこちらにカラオケボックス建てることができる、できないで3番においては賃貸マンションを建てることができる、できないということで、まあ、その中でここの土地にじゃあ何が建てられないのかというのを聞いているんですけども まずこの中ではどういう地域かというと第1種中高層住居専用地域です。 で、えー、これはどの地域であっても必ず診療所は建築できますから、まあ、今回1番は絶対に、えー、これは正しいので間違選ばないでくださいあとは2番と3番ですが、まあ、カラオケボックスと賃貸マンションを、まあ、この住居専用地域に建てるときにどちらがふさわしくないかという判断を後してもらえればいいです。 どう考えてもカラオケボックスはこの住居専用地域にふさわしいとは言えませんからそういう考え方で2番が誤っている、まあ、賃貸マンションであればこちら実際には建てることができますから、まあ、そういうことでちょっと今回は。 図とは関係なくて、まあ、今回、第1種中高層住居専用地域において、何が建てられるか建てられないかを結局聞いている問題だということなので、まあ、ちょっと視点が違う、まあ、今までと違うような問題かなと、ただ、これ、決して解けない問題ではないと思うので、冷静にやっていただければ解けるかと思います。次、第4問の生命保険,ごめんなさい保険証券の読み取りです。 でまず問い8がですね、こちらが、えー、今回、心筋梗塞で亡くなった場合ということで、まあ、これについては、えー、っとです資料の中のご契約内容の、まあ、就寝保険金額とか定期保険特約保険金額とか特定疾病とかありますけれどもその中でも当然今こ回こ死亡ですから就寝保険の500万さらに定期保険特約の3000万これ2つ足し合わせてそれ以外にも 特定疾病保障定期保険特約の300万ありますが、これ何かというと、まあ、米印の1番を見ると、約款所定のがん、心疾患の血管疾患の場合に保険金を払いますということで、これで、生前でも払いますよという特約で、これ、亡くなった時には当然、ここ、支払われます。ですから、えー、3500円に300万足したら3800円、まあ、選んでくださいと。 また問いのとここころですがこれがん保険ですすがれれ保険は単純にも、えー、がん保険なので、まあ、初日から今回いくら出るかを見てもらって今回五5000円出ますとあとは、えー、今回、えー、がんと診断されたので、えーまあ、今回は初めてですねなので100万ということでそれを足し合わせていただければ130万という金額が出ます。はいで問い10ちょっとこれがですね、まあ、今回のリスクの中で多分一番難しいと思います。 でどういう問題だったかというと、まあ、自動車保険の主な内容ということで、まあ、資料に、えー、まあ対人賠償と対物賠償が無制限で人身障害と盗聴者障害がまあ書いてあってところがここには車両保険がないです。 でその中で例えば1番は誤って横断歩道の歩行者に接触して怪我を負わせてしまったこれは対人から出ますよでまた3番のところですが自転車自動車を運転中に交差点他の自動車と衝突し杉田さん本人がけ我をしてしまったこれは搭乗者障害で賄えますと,ところが2番見ていただくと自動車を 自宅車庫、まあ、自分のところの車庫に入れるときに誤って車庫の壁に衝突し壁を壊した。でこの場合は、えー、自宅の車庫につきましては大物は使えないです。えー、やってしまうと、えー、保険事故の誘発に誘発に繋がります。まあ、ところが。 壊れた車、えー、です、ね、当然これ壁壊してるんで車おそらく修理必要だと思いますが通常であればもしこれ車両保険に入っていてもちろん内容はちょっといろいろありますが車両保険に入っていればこれですね車直すことできますけども今回は車両保険がないのでつまりこの場合はどこからも保険金が請求を請求することはできないとなりますから、まあ、これ2番を選んでいただきたいというところです。 え次第5問の、えー、これタックスですねでこれえっ、ー、と先ほど学科試験でも確かが、えー、退職の問題が出ていたかと思いますありましたよねなので、えー、いつも申し上げているんですけども、えー、午前中出た問題でもし 不明のところがあったら必ずお昼休み積極的に確認いただくと例えばもし仮に午前中の学科試験で退職のところの計算式がうまく出てこなかったという人はその昼休み特に見ておけば頭に残っていると思うんで今回の問題は必ず解けるということなので。 内容的には難しくない、えー、ちゃんと、えー、退職所得控除額の計算式なども載せてくれてますから、難しくありませんから、これ、必ず正解を取ってください。で問12番につきましては、これ、えー、結局、総所得金額ということで、えー、合算の話が出ていますが、今回は、えー、事業所得と給与は合算、でところが、譲渡所得の中の300万、これは不動産の譲渡ですか、これ。えー 総合課税ではないですですからこの300万加えることができないので、えー、事業の250万と給与の80万足した330万が正解ということになります、えー、次、えー、第六問の相続ですが、えー、今回は民法上の相続人と、えー、法定相続分となってますから今回次男の検事さんが、えー、相続放棄してます で相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされますから今回の相続では長男の雄一さんと妻の優子さんが相続人ということなので、まあ、この場合はどちらも1 2分の1ずつとなりますから1番が正解とななりまますすこれあくくででで民法上ですから民法上ですから、えー、放棄をしたら、えー、相続人ではな,くなります。 次の問い14、こちらですね、贈与税額の計算ですけども、資料がたくさんあって、例えば、即算表がかっ,いいかっこいい、これが20歳以上の直系存続から贈与を受けた場合、ろがそれ以外の場合で2つあるんで、この2つ使わなければいけないんじゃないかって思うかもしれませんが、結局今回、誰から贈与を受けているかというと、お父さんとお母さん、つまり、 杉山恵美さんででいいですか、ね、さんの、えー、直径尊属から受けていて、まあ、今回恵美さんは28歳ですからですからかっこいいの20歳以上の者のが直径尊属から贈与を受けた場合の、えー、こちらの即算表を使えばいいということであとはこの、えー、即算表の適用を間違えなければ金額の計算はできると思うのでこれ冷静にやっていただきたい問題です。 はい。でまあ、問15はこれはもう必ずできなければいけない問題なので、今回活愛させてもらって、じゃあ第7問に行きます。第7問総合問題ということで。まあ今回ですね。ちょっと私も見ていてまあ、ちょっと手間かかるなと思ったのは問16番のまあ、通常これ。えー FP 協会の資産設計のところでは必ず純資産の金額を求めさせる問題が出ますが今回は今の現状のバランスシートの金額ではなくてあくまでもマンション購入後購入後のものになるのでそうするともともと持っていた金融資産で変動があります。 変動を考えなければいけませんし、まあ、マンションの場合、まあ、通常マンションって買ったらすぐ値段は落ちるんですけども、ここでは2200万のマンションを買ったら、もうこれはそのままの価値と、でローンについても1700万ということでやっていただければいいので、まあ、それを冷静にやってもらえれば、えー、答えが710万って出ると思うので、特に保有資産の中で、えー、これをですね、えー、頭金に当てているものがあったりしますから、そこを気をつけてください。 で17については、まあ、これについてもですね、えー、係数のことが分からなくても電卓に入れていけば必ず答えでき出るので、まあ、2番を選んでいただきたいと。で問い18についてはちょっと細かいなと思ったんですけども、まあ、2番と3番が正しいから1番誤っているという流れで良いかと思います。で問い19については、えー、これもですね、えー、先ほどありましたが、えー 契約者、えーまあ、保険料の、えー、負担者と受け取り人が同じタイプ三里さんって結局非保険者あるのが、えー、3つ目の就寝保険しかありませんから三里さんが死亡して払われるものは3つ目の、えー、死亡保険しかないのでそうすると、えー、こうすると、えー、この場合は広光さんが保険料を負担して広光さんが保険金受け取るので結局所得税ですね所得税の課税対象ということになります。 で次、問20のところなんですが、まあ、これについてはですね、まあ、年齢などを見ながら、あとは今回子供がいるかどうかを見ていただくと、まあ、これについては、まあ、あの判,断上判断としては、えー、今回の場合につきましてはですね、えー、遺族基礎年金と厚生年金が、えー、もらえるというふうに判断いただきたいと思いますので、そのような形でやってください。で、まあ、これ、今回も、えー、ありましたけども、やはり必ずですね、えー 試験の昼休憩時は必ずですね問題を見る癖をつけていただくといいかなと思うのでこれは3級のみならず2級でも同じことが言えますから今回めったく合格されたという方はぜひ2級でお待ちしたいと思いますのでまあその時には試験のやり方というのは変わりませんからぜひそのような形で頑張っていただきたいと思いますでは一旦これでですね FP 協会の資産積計提案業も終わりとさせていただきましてじゃあ最後に金融財政事情 研究会の解説をしていきたいと思います。で、今回のえーっとですね、資産設計 資産、えー、個人資産の相談業務なんですけども、まあ、第1問やってみましたが、うん、ちょっと細かいなとでこの場合、まあ、問い1についてはこれは、まあ、やはり3級であっても、えー、29年度のですね国民年金保険料の金額はやはりこれ覚えておく必要があると思うので、まあ、1万6490円これをわか覚えていればまあ 弧 1>, 1, 1の1は外せるのであとはその中で2のところの10年と5年でやっていくのか3の参入されるか一部参入される、えー、参入なのか一部参入なのかというところで判断いただきたいと思うのでそうすると学生の納特例についてはこれ10年前まで遡れる、まあ、それを知っていればもう2番が正解ということなのでまあ 保険料の金額と今みたいなえー。納付特例については何年遡れるか、これはぜひとも知っておくべきところではないかなと思います。で、問い。2。については正直言って細かいです。で細かいので、まあ、ここのところは今回は、えー、最初にライフやるとちょっとですね。なんか難しいなというふうに見えてしまうかもしれませんが。まあ、ここの問題、えー、ちょっと言ってしまうならば。 できなくても他でできれば合否には影響ないかなと思うので、まあ、できた方にしてそれはもちろんいいと思いますが、まあ、これはあまりできなくても気にする必要はない問題だと思います。で問い算につきましてもこれは結局、えー 何,何,が何ヶ月加入していたかというところなので今回、総報酬制の前と後のところがありますがその千分の7.125とか千分の0分の5.481とかありますけれどもこれについては結局総報酬の前と後ろで分けているのでですからそこのところは頭に入れながらこの数値はもう意識せずにあとは何ヶ月加入しているか、まあ、今回については。 平成,平成15年の3月以前で252ヶ月で。平成15年4月以降で254ヶ月。だからそれを合わせていくので、まあ、ちょっと2番の425月というのはちょっとありえないんじゃないかなと思います。そんな形でやっていただければと思います。次、金融のですね第2問で、まあ、やはりニーサについては、まあ、これはまあ出ても仕方がないと思うので、ニーサはこれ皆さんやっていただいていると思うので、必ず正解をとってくださいで。あとはですね、 問い後についてもこれはまあできていただきたいんですがもし分からなくても例えば2番がえ複数の買いの指し値注文の場合は高いものが優先されるので高いものが優先される、まあ、2番は正しいで3番については成り行きと指し値は当然ながら成り行きが優先されますのでえまあその場合高値で買う可能性もあるということで23正しいから1番が誤っているという形でもいいと思います。 問い6については、ちょっとこれですね、計算していくと面倒なのが、これ、例えば配当とかについては、1株当たり直さなければいけないということで、そこの単位が面倒かなというところで、ただこれ、計算式覚えている方であれば、配当利回りがですね、これ5%ではなくて3%というのが出ると思うので、ちょっとこちらは、問い6が若干難しいなということで、その代わり4と5ができていれば問題はないです。次いきまして、第3問。 で第3問についてこのタックスの問題ですがこれにつきましてはこれはできなければいけないと思います。で、えー、実際には、えー、給与所得者がですね 実際には確定申告を必要な時というのは2000万です、ね、収入金額2000万を超えると自動的に確定申告になりますからそれを知っていれば3番がないとあとは少、えー、額不足給の話は20万,を20万円以下であれば少額不足給となるので、えー、丸2番は20ですね。 あとは、今回の場合だと寄付、えー、医療費控除の適用を受ける場合にも、えー、確定申告必要。もちろん寄付金控除の適用を受けるときにも、えー、必要。でも生命保険料控除については、これは年末調整が受けられますので、まあ、3番は違うのかなというところになります。はい、で8については,これは、まああのー、これは必ずできなければいけないと思うので、えー、割愛させてもらって、えー、問い9の問題ですが、今回は、えー、給与所得とですね、 えー、一次所得あるのでそこの計算で一次所得については解約返礼金が900万で賞味保険料が800万900から800いくと100でそこで必ず特別控除額の50万引いて50万ただしこの50万円は総所得金額に参入するときには必ず1 2分の1しますから50万かける2分の125万で今回800万の給与収入だったのでこの場合600万の給与所得になるんで600万プラス25万で625万円という計算をこれはできていただき たいいととうころになりますで次不動産ですねで不動産ですけどもこれまあ、説明のところに資料がありますがえ問い10のところについては資料を見なくてもですねえこれできるはずなのでえ、まあ、通常これ建て替えが5分の4であるとで大規模メッシスはそよりもちょっと軽いんで5分の4より軽いのは4分の3ということでやってもらえれば2番が選べると思います。 でまた、問い11については、えー、住宅ロン減税は新築のみならず中古でも要件を満たせば、えー、認められますので,で今回は、えー、対価建築物ですね対価建,築物対価建築物ですし、まあ、当然、年数についても問題はありませんので、まあ、3番を選んでくださいとでまた問い12の、えー、貸し担保これは知っていれば必ずできますが、えー、知った時からです、ね、1年以内となってますのでそれを選んでください。<laughs> 次第5問の相続ですで相続はこれ正直言って13と14はこれ必ず正解を取らなければいけませんで15はですねちょっとこれ見たんですけどこれ計算の仕方知らなかったらできないんじゃないかなということでまあ今回は実はですね資料に書いてある説明に書いてある A さんの主な財産の状況で預貯金いくらってありますけどこれ実は全く関係がないです読む必要はないです 今回は問い15のところでは結局は課税,課税価格の合計から遺産にかかる基礎工場を引いたら1億2000万だと言っているのであとは1億2000万を 法定相続人が誰なのかというところで,で法定相続で取得したという前提のもとで相続税を求めてあとは全員足し合わせればいいということなので,で今回は相続は第1順位、えー、C さん、D さんがいますが第1順位で確定なので妻が2分の1長男、えー、と長女は分4分の1ずつとなりますそうするとあとは1億2000万を半分すると6000万なので、えー、妻 B さんが6000万セ3 0引くこと700万で子供長男 長女については3000万 ×15% を引くことの50万で2人分でやっていくと、えー、1900万となるんで、まあ、ちょっとこの計算は難しいなというふうに思いますが、まあ、これうん、まあ、できなくても、えー、1314とかできればいいのでただ今回の、えー、個人資産相談業務を見ると。えー その1つの科目に難しい問題があるので、まあ、逆に難しくないところでしっかり取っていく必要があるのでそこ,を他のところそこの取るべきところで間違ってしまうと足元救われる可能性がありますからしっかり基礎的なところは理解するようにしてください。はい、では時間になりましたのでこれで終わりますが今日のこの結果を受けて。 合格したという方はぜひ B 級に進んでいただきたいと思います。ではこれをもちまして終わりといたします。お疲れ様でした。